今回もねゲストをお呼びしました。よろしくお願いします。はい、お願いします。すいません、あのジャックさんみたいにこういいボケが生まれますね。なんと皆さん元甲子園球児でございます。そうなんです。すごいね、はい、本当にね。見てこれを持つのがやっぱり最低限のマナーっていうところなんでね、ぜひ考慮してくださいね。そういう点じゃ本当に技術だけじゃなくて道具でカバーできるものっていうのがでかいですね。2年ホールを連続ホールインワンした僕ですみたいな。シンジさんのおかげです。いつもお世話になっております。こんな感じでいいですか。いやそれはな、悪意があんねん。シンジゴルフ。狭いホールの心がけって何してるの。狭いホールの心がけか、うんうん、まあ攻めていくってのもあるんですけど、うんうんうん、距離があれやったらもうとにかく一番次セカンドが狙える短いクラブ持ってしっかり振るっていう、やっぱ長いクラブ持つとどうしても置きに行くっていうのが出るんですよ。確かにな、置きに行く確かにあるよね、はい、さっきのねちょっとホールもちょっとあったけども、やっぱりこう置きに行ってこうねこう、うん、あのこう合わせるっていう動作が結構あるからな。でもそれをまあね、こう言ったけど、あのやっぱりよくレッスンの人に言うのはもうそういう風に俺は細いところとかはもうほんまにフィニッシュを取ってっていうから、うんうん、そのフィニッシュってやっぱり今の両さんもそうやけどさ、バックスイングを1、インパクトを2、フォロー3としたら、はい、1の2ってこのインパクトの2を置き、あ、うん、あれやろ、はい、置きに行ってるやん、はい、でピッチャー置きに来た、置くな言うのやろ、言うっすね、やろ、やっとるやないか、ね、お前やろ、そう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 、だからそういう風に、でもそれって絶対するから、やっぱり位置からすぐフィニッシュ取るっていうことを結構大事にした方がいい。あの結構みんな皆さんね、このフィニッシュの大事さってあんまり分かってない感じがあって、結構スイングのゴールやねんけど、そのゴールをちゃんとしとけばね、この過程結構ね終わりよければ全てよしじゃないけど、結構揃うのがゴルフのスイングってあるから、結構ねダウンスイング、バックスイングを完璧、トップを完璧、ダウンスイングを完璧、インパクトを完璧、これを完璧からフィニッシュ取れるでしょっていうふうに思ってあることも多いから、その辺も結構ねフィニッシュを取るっていうことはい、これまで大事ですね。よくまだ打ったらあかんやん、はい、まあ、前言いますけど、これでも前何ヤードなんだろう、どれぐらいまで待つもんなんすこれって。あ、よくあるよね、やっぱりこう近くにさ、うん、音って結構気になるから、はいはい、大体折り言われてるのは50ヤード50、うん、だから亮、うんうん、さんが例えばドライバー280飛んでたとしたら、はいはい、大体330ぐらいまで通過した時のになってほしいし、例えばグリーン刻むにしても、はい、残り、例えばね250ヤードから、うん、残り200ヤードまで刻んだとしても50ヤードの音って結構音鳴るんだよね、うんうん、ビクッとなりますね。そうそうそう、50が限界ぐらい、うん、だからやっぱり前の組ね、こう今の待っているからも、だいたい自分の距離、最大距離プラス50ヤードが離れたところの目安で結構ねティーショットを打つっていうことをしてもらえるかな。結構ね打ってる側はなんか安心やろうと思ってさ、結構グリーン手前乗らへんからみたいな感じで打っちゃうけど、はい、結構そう、そのどうせダメだろうで打った時が意外といい球出るんですよね。そうそう、意外とやっちゃうっていうね。そうそうそう、で、はい、どう、その意外といい球ってこう当たった時になると、そう、ゴルファー保険は入ってる。ゴルファー保険もちろん入ってます。そうですね、はい、結構皆さんね、うん、ゴルフ始めた方とこのゴルファー保険結構甘く見られてますよね。そうですね、そのやっぱりゴルファー保険っていうのは車の保険と一緒、ね、と同じような感覚ですね、うん、はい、まずだからこうやって事故が起きたらまずゴルファー保険での対応、そうです、っていうことですね、保険会社に連絡して、うん、そこから被害者側と保険会社で、うん、あの連絡取ってもらって医療費をお支払いするっていう感じ。そうね、はい、だから今ほんまにゴルファー保険でも1日からでも入れるやつあるもんね、掛け金500円とかでありますもんね、はい、携帯会社とかもコンビニとかもなんかいろいろね、はい、入る手段はあるんで1日500円とかね、はい、まあ、入れたりするんで、うん、ですからね、はい、ほんと最近ゴルフ始めた方、初心者の方とかね、まあ、今もゴルフされてると思いますけど、やっぱりゴルファー保険っていうのはね絶対入ってもらって、やっぱり万が一のことを考えて、せっかく楽しいゴルフがその事故でねもうできなくなるゴルフになっちゃう可能性もあるんで、ね、はい、はい、ぜひとも、あとホールインワンとかしてもね、そういうゴルフホールインワン保険もありますし、2年連続ホールインワンしてますから、そうありがとう、俺らは、プロフェッショナルで、ね、はい、保険はおりませんけどね、はい、ホールインワンでね、でも怪我した時、怪我させた時のことを考えたらね、なんで、そうです、はい、はい、ゴルファー保険入りましょう、はい、まあOK ですね、はい、まあ、りょうさんだから、前の組は多分400ヤード先まで行ったから350飛ばしても大丈夫。よし、あれ、あー、やっぱ捕まるんだ、うん、だからギリかな。よし。
やっぱ体からだ。500ゴースからね。まあ500ゴースは今のねミドルホールが、ね、まあよく言われるっすね、パー68だお前はっつってね、うん、ですけどねみたいな、ですけどねですよ本当に。やっぱ伊達にね甲子園行ってませんから。もう貯金を切り崩しながら今ゴルフしてそうそうそう、本当に本当に体の貯金を切り崩しながら、もうもう本当に。まあでもさ、こういう飛ぶと言われながらもさ、それもそれでちょっとプレッシャーというか、まあそうですね、でも曲がるもんみたいなもん、はい、そこもやっぱりそことのカットもあるやんか、はい、そうですそうです、うん、飛ばない、うん、飛ぶから曲がる、まあそれがねやっぱ曲がらなくなっていくと武器本当になっていくんでしょうけど、うん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 、まだ狂気感の方が強いんでね。そうやな、まあ、それがテイクバックもやっぱり体から指導するっていうのは結構大事よね、うん、そうですね、やっぱり結構ねアマチュアの人結構力入るとやっぱヘッドがプッてなってくるんで、やっぱり前もレッスンでもちょっと言ったんですけど、体、手元、ヘッドの順番でバックスイング上がることによってダウンスイングもやっぱりしっかり歯車が回ってくるから、ね、はい、結構ね皆さんここをね結構力入ってねヘッドがピッて曲がるの多いんで、ね、ピュンって上がっていっちゃう、うん、だからそれがちょっとリョウさんの癖でもあるんで、うんうんうん、はい、次のホールからそこをちょっとチェックしていただくヘッドから上がっ曲がったよってコメントしたほら曲がったっつって、ね、いっぱいクラブ持ってきましたけどね、もうここはちょっとピンまでは2ピンは270ちょっとあるんで打っちゃいますか。やっぱり打っちゃうかも、ナルさん、うん、ちょっとね何なら浮いてるから、なるほど、うん、ちょっとね右からちょっと軽くドローがいいだ。多分ピンまで270ちょっとあるんですけど、フライヤーしたらちょっと右狙っときますね。でも一応ね、はははー、右行ったー。まあよしとしましょう。右から乗ったら OK かなと思ったんで。なんだよ、りょうあんなに前行っちゃってよ伊達に甲子園球場、ほんまにナイス、ナイストライっすね。でもあれだけ上がったら一緒ちゃいますめっちゃ飛んでますね。ピンまで200っすかね、はい、200アゲンストだもんな。アゲンスト5番アイアンでいけるかな。よし、少し右から行きたいですね。でも右向くと、まあグリーンセンターでいっか、グリーンセンター、よし、うん、宣言通りのグリーンセンターじゃないですか。おはようございます、はい、ありがとうございます。5ありがとうございます。4 5です。5、はい、ありがとうございます。もうまっすぐ、いやさすがストレートボールを伝授していただいているだけありますねやっぱり先生が、いやいや今のはりょうくんのポテンシャルやね。いや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 、うん、お師匠がね本当に、やっぱりさっきあの左にね、左の池があるからってこう右から曲げてこようと思うと余計フックかかっていきそうな気がしたんで、やっぱり左池ってなって、はい、余計やっぱこう嫌がってこう反応してこうなるからね。はいはいはい、うん、なんでやめました、うん、そうそうそう、それならほんまにあのピン方向を向いてちょっとフェース開いてほんまにこう打つとか、はははは、まあ、左を嫌がるとほんまにこっからこうでベインっていってベインになるから、ピンより左に行かない打ち方っていう感じですか。そう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 、なるほどな。だしっかり振ってミスっても右みたいな気分で打つって、はいはいはい、うん、結構そこはマネージメントやね。さっきのね、シンさんチャレンジしましたけど、これでいいですもんね。そう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 、結果、うん、狙いな、右隅狙いながらもまああっち行って、だから2球打ってる気分、はいはいはい、うん、おお、なるほど、うん、2球打ってる気分、だからピン左に対してドロー打つのも2球打ってんねん。うまいこと打って帰ってきてのと、うんうん、右にすっぽ抜けて乗るっていう2球打ってるから、はいはいはい、むしろその2球しか出えへんっていう感じかな。なるほど、うん、
あの久しさんのリトマス紙じゃないけどさ、塩がリトマス紙じゃないけど黒やからすごい分かりやすい。リトマス紙じゃないけどさ、いや僕もねさっき腕触ったらザラッとしたんですまあね、ピンまではね、39ヤードぐらいなんですけどね、手前の段が20ヤードちょっとあるんで、あの段を越えて打ちたいですね。ここはちょっとフェースを開きのちょっとロブ目に行きたいけど、どうでしょうね、ちょっと突っ込まなあかんですね。まあ、うん、まあでしょ、まあ、まあでしょうか。カップがすごくちゃく見えますよさあ、しかもすごい下り、イーグルパット、いやー入ってほしい。これでも画面じゃこの下り感は分かんないんでしょうね。そうですね、結構下ってるですね。ほんで池向いてるんで、やっぱり目もねちょっとこう向いてますからね。そうですね、よし、おー、まあナイスタッチやね、うん、あー切れるな、まあまあまあ切れる、81点ぐらい、うーん、そうっすねそうっすね、そうやな、なんかこうまあ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 何人みたいな感じだね。悪くはない、うん、悪くはない。まあね、これは右打ちのフックですけどね、やっぱどうしても入れたい時はねこうやって早打ちになるんですけど、なるべくね1、2、3とねテンポを読んで打ちたいですね。下りやから余計ね気持ちの中で1、2、3、あーくそ、おー低いた、いくな、やっぱ結構いったな、いいグリーンですね、やっぱ早いよな、ほんとね、いやいやいや、うん、すげえいいグリーンだ。うん、ナイス、はい、止まっす。こういうパットをなあなあに行くとリズムを崩すんで、ナイスバーディー、ありがとうございます、素晴らしい、大事に、はい、ありがとうございます。とショートパットってさ、はい、どう、なんかこう自分の中で気をつけてることとかあるの？短ければ短いほど、まあ OK は別にして、短ければ短いほど大事にいこうとしちゃいますね、はい、ただ、うん、ちゃんと打つっていう ね、 あ、まあね、ピンに当てる、おピンに当てる、はい、あ壁に当てる、まあ、ピン抜いた時は壁に当てるっていう感じ、あ、まあ、しっかりやっぱ打ち抜くっていうことだよ ね、 はい、緩む、どうしてもカップがこう入っちゃう、ね、なるもんな、顔ごといっちゃう、うん、だそれがささっきあの短いあの狭いホールで打つのとよく似てるよね。あ、そうかそうか、やっぱりしっかり打ち抜く、はい、フィニッシュを取るって、はいはい、パターもしっかりショートパットでフィニッシュ取るっていうのも結構大事、ね、確かに、うん、心理ゴルフ、じゃあ後半よろしくお願いします。よし、頑張るぜ、後半も。いやー、完璧。あれ？ちょっと待ってください。何何？僕バーディーっすよ、前のホール。うん、俺パーよ。あ、前のホールのスコアが少ない人が先じゃないですか。いや、だって、うん、準備してたし、さっき言ったよ。いやいやいや、僕、バーディーっすもん。うん。パーですよね。うん。うん、ああ、そういう考えね。はい。いや、ここは、りょうさん、
レディーゴルフっていうのがあってね、うん、あの準備ができた人から打てるっていうのがあるわけよ。なるほどなるほど、うん、これ皆さんもね、確かにね、前のホール打数の少ない人、良かった人が先打つっていうんですけど、レディーゴルフ、準備ができた人から先打つ、プレーファーストの理念のもとに準備がされたから僕が先行ったっていう感じですね。まあグズグズしてるから遅いから先打ったんですよせっかくバーディーだったのに僕のせいですね準備が遅かったですねじゃあ後半もお願いします。はい、よろしく。右ドックですよね。右ドック、はい、完璧。ありがとうございます。完璧。ありがとうございます。さっき打っといてよかったぞ。あんな打った後の打った岸原入ってしゃあないっすわ力入れさせたかったいやでも俺これちょっと飛んでるよ。俺いつもさ、このラフぐらいでさ、ね、あそこからここでしょ、うん、でも俺やっぱりちょっとやっぱ引っ張られてるっすね。あやさん飛ぶからね。で、あなたのボールはどこ行ったの。いや僕でもこの辺じゃなかったですか。もうちょいこっちでしたっけ。でもこのバンカーのこっちやったやろ。あ、このラインでしたっけ。どこや、どこだろう。曲がったんちゃうん。こっちっすかね。いやでも僕こんな方には打ってないっすけどね。この辺とか入ってないっすね。あれ、でもフェアウェイ方向飛んでったよな、うん、こう来て、あ、ちょっと待ってください。光るものがありますよ。え、マジか、マジか。これどんだけ飛んでますよ。甲子園行ったらこんだけ飛ぶんか。甲子園行ったらとかじゃないいや、まあまあ、これはないやろ。だってロングっすよ、ね、うん。いや俺まあまあ当たったで。これ70ヤードぐらい離されてる。これ絶対カート道当たってるって。いや、ほんまっすか。絶対カート当たってるって。審議ちょカート道当たってる。大きい予想通り。予想通り。お前、これ飛んだとか言うなよ。いやいやいや、変わらないです。いや、ここにあるのには変わらない。カート道じゃそらすや。まあ、狙い通りでしたね。あのカート道に当たってま す, そうす、ね、やっぱりカート道当たっとるんですよ。いやー、ま、カート道あの幅やから狙うの難しかったですよね。うっせえわ。いやちょっと1個突っ込んでいいですか、はい、カート道まで飛んでないっす。あかん、これは今ビシッとされた。いやー、ほんま甲子園行ったら飛ぶん飛ぶっすね。やべえ。217のフォローっすね。217フォロー。ユーティリティの22度でいきます。ちょっと大きいかな、ちょっと大きいかな。ありがとうございます。感じでしょ。ピン筋飛んでいきましたけどね。いい感じですか。ナイスです。あのカート道当たったボールを追っかけとってください。早くこっちこっちとか言ってね。いやーでもすごいわ。140ヤードですね。これ何ヤードのロングよ。残りが140なんでちょっと分かんないです、トータルは。とりあえず振りました、はい、ロングのセカンドピッチングできます、はい、ただフォローなんだよな。その下でもいいぐらいだけど、もうカート道当たったしな。まだ言うか。くそ、うん、ピッチングで来て俺のユーティリティでは乗ったんちゃうか。ゴルフは距離じゃないですよ、本当に。俺のユーティリティの方がピン筋飛んでたんちゃうか。羽ばたいてるやん。羽ばたいてるやん。
僕あれなんで、僕あのキャッチングだったんで、うん、ピッチングは得意じゃないんですよ。お後がよろしいようで、じゃんじゃん。ありがとうございました。ヤーガルヘ539ヤードのロング、140ヤードですよ。まあカート使っ、ワンカート使ってますけどね。ワンカート、ワンカート使ってますけど、ね。そういう単位なんですね。あれタバコ買うみたいになってますけど大丈夫ですか。ワンカートね。ただ、ナルさん、ただ、俺のユーティリティはピンに飛んであそこね。ね。両のピッチングはあんだけ外れてる。くっそー、この。持ってるクラブを見てください。もうこの本数の差を。俺パター、パター1本だけですよ、はい、だから皆さん、ボールは飛んでなんぼではありません。近い近い、まっすぐ飛んでなんぼでもあります。近い近い、じゃじゃん、カメラに、カメラに近い近い。さあ中途半端だな、これ落としどこだな。うーん、落としどこをどこにするかって感じですね。クラブが迷うけど、クラブ迷うけど、あそこは避けようか。60度で行きます。少し上げる感じで、バーンス使って、あー前に跳ねて、あらららららら、そんなに曲がるの。入り方は悪くなかったですけどね、うん、ちょっとねラインを読めてなかったのと風は関係ないと思うけどな。はい、まだまだ練習が必要でございます、はい、さあイーグルトライです。イーグルですか。もちろんですよ、はい、ね、こういうのペシッといってね、ピシッといってね、こうあの寮に見せれるのもあと5年なんで、はい、偉そうに言えるのもね、はい、あスライスか、まあね、じゃない、さあさっさっさ、よいしょ、あれだけ飛ばしといて自分で言うのもなんですが、あれだけワンカート使っといて、さあおい、ナスバレーナス、よし、いい、いい傷ですね、これね。いい傷でした、はい。なんだよ、しました、なんとね、ああいうのきっちりやるとね、やっぱりこう競ってる側とするとやっぱりこう緊張するっすけど、しっかりここは入れときたいと思います。おー、ナイス、あだす、まあ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 、まあ、よしとしましょう。はい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 、声ちさ声ちさ。まあ今のもね、だからやっぱり流れ的にはね、やっぱり先に入れられて僕も緊張する場面ですけど、それもさっきパターンもやっぱりあのしっかりそこへ打ち出す勇気と、やっぱりいい意味での開きられるもんってですね、うん、もうそこに打って外れたら仕方ないっていう感じでやっぱり打ちますよね。そうですね、うん、やっぱり今でも入れられたから、あ入れたいなっていう動きがあるけど、もうそこに打って外れちゃわないっていう風な人事を尽くして天命を待つみたいな感じで、おう、なるほど、ダダンダダン、人事を尽くして天命を待つ。いいっすね、業所帯でね、業所帯で、業所帯でね。じゃあ後半よろしくお願いします。
でも電池で良かったですね、うん、これ充電やったら最悪っすよね、うん、はいはい